バキちゃん、お疲れ。もしかして練習無理させたかな。楽しくなってきて本来の練習時間も過ぎちゃってたし。葵くんノリノリだったものね。無理なんてしてない。私も楽しかったから。いい意味で疲れたというか。わかるわかる。熱入りすぎて私お腹減ってきちゃった。ってわけでこれからみんなでどっか食いに行こうぜ。食事は大歓迎だけど、なぎさちゃん、まだ帰らないってこと分かってる？え、なんで？もう、なぎさったら忘れたの？今度取材を受ける雑誌のインタビューでどう話そうかみんなでいろいろ決めようって言ってたじゃない。あ、そういえばそうだったけど、何のインタビューだっけ？ロンドがどんな風に結成されたのかだね。もう随分と前のことみたいに思えてくるな。椿が入ってくれるまでが大変だったよな。葵の誘いになかなか乗ってくんなくて。あの時は私もまだ自分がどうしたいのかどうするべきなのか分かってなかったから。そういう渚は、って渚ってどんな風にロンドンに入ったんだっけ？渚ちゃんはすごかったわよ。いきなりアルターエゴで拾ってくれないなんだもの。今思うとすごい行動力だよね。私も必死だったからさ。けどだからこそ今の私たちがいるわけだし、いいじゃん。そういや、私と椿はそんな感じでロンドンに入ったけど、黄色と葵ってどんな風に出会ったんだ？それ私も興味ある。聞いたことなかったし。ライブ前に体調を崩した私を助けてくれてね。それがきっかけで仲良くなったの。あの時の葵くん、まるでヒーローみたいだったのよ。さすが葵だな。そんな、ヒーローだなんて言い過ぎだよ。でもあの日のことは今でも覚えてる。ヒーローと初めて出会ったあの時のこと。少し早く来すぎちゃったかな。でもライブ前にもう少し練習したかったし。あれ？自分以外に誰かいる？あの、すみません。何かご用で。え？あの、大丈夫ですか？あの、いや、え？出して、お願い、一人にしないで。一人じゃないですよ。本当？はい。よかった。落ち着きました？大丈夫ですか？ええ、ありが…って…ごめんなさい。恥ずかしいところを見せて。その…あ、うわ、行っちゃった。一体誰だったんだろう。はい。で、君は